こんにちは。高島塾代表の高島です。今回のレッスンは、バックハンドです。従来のバックハンド、特に基本的なバックハンドは、肘を軸にして肘から先、手首を使って戻すというふうに、体の中心でインパクトをして打つと、こういったバックハンドが主流です。でこのバックハンドと、それから今回の新しいちょっと進化したバックハンドのやり方です。でこれはラケット面が少し外側から手首を使って、そしてインパクトをします。従来は肘が軸になって、肘が支点として振るんですが、これは肘が少し右側にこう横にこうずれます。この勢いで振ります。ラケット面はほとんど被らないです。そのままこう振り抜くだけです。でスイングのフォームはこういう感じで扇を広げるような振り方で振ります。従来は前にラケットをかぶせてスナップを効かします。インパクトをしてから前にスナップを効かせるというのが従来のバックハンドです。今回は当たる瞬間のラケット角度をから、この角度を手首を使わないで、そのまま肘を伸ばしてずらすだけです。振ち終わった時にはラケットの面がこういうふうに正面向くように振ります。この連続です。でどう違うかというのを今から映像で見せたいと思います。従来のバックハンドは肘を支点にして肘伸ばしの方です。打った後手首を使って回転を加えます。お腹の中心からボールの中心を狙って肘を伸ばしていきます。従来のバックハンドです。肘伸ばしです。でこの場合も特にバックハンドが苦手な人のために、バックハンドを学習する時のヒントになるのは、左手をまっすぐ伸ばして左手の手のひらを内側に見せます。でラケットがこの手のひらにタッチする、ここがインパクトゾーンです。インパクトゾーンです。そして打ちます。でバックハンドが苦手な人っていうのは、インパクトする打球点がばらつく人ですね。体の近くになったり、前すぎたり、あるいは体の横すぎたりというふうにして乱れます。ラケット角度をしっかり出すためには、少し肘が前に伸ばしやすいように左手伸ばして手のひら内側に向けたところがインパクトゾーンというふうに考えて打てば安定します。でラケットもこう直線的に戻らないで、少し円運動ですね、楕円に振ります。楕円にお腹の中心から引いてきます。少し肘が伸ばしやすいところでインパクトします。でできるだけバウンドしてきてボールの頂点を見てしまいますと、頂点からやっぱり低いところで当たることになります。だから頂点で当てるためには、バウンドしてすぐに振り出す、少し台上で打つぐらいの気持ちで振ると安定したバックハンドができます。これが従来の基本的なバックハンドです。肘伸ばし打法です。肘を支点に、肘がこういうふうにずらさないように、肘をある程度決めたところで肘を支点にして肘を伸ばしていきます。でボールが左に来たり真ん中に来たり、そして右側に来ても、肘をそちらに持っていきます。そして打ちます。必ず肘を中心に、肘を支点にしてラケット角度を出して、そして手首を前に振ります。この時もグリップを強く握らないで、常にリラックスした状態で振ります。これが従来の基本的なバックハンドです。で、続けて今からやるやつは少し進化系といいますか、ラケットを
振り出しをもう少しラケットをオープンにして、そしてラケットの角度をちゃんと中心にボールがヒットするようにラケットを出した後、手首を使わないです。手首をこういうふうに返さないんです。肘伸ばしの打法よりも少し返さない分だけ肘を横にずらすだけです。ラケット面はそのままです。台に水平に動きます。こういうふうに上から振り下ろさないです。ラケットがかぶるということはないです。そのままです。当たった面をそのまま維持して横に振るだけです。ちょっとやってみます。ラケットの動きはこういうイメージ、扇をこう広げるというイメージで振ります。こうではありません。こうです。この打ち方の理念は、いいところはですね、面がボールよりかぶらないということで、回転が緩くて回転が少ないボールはネットしたり、回転が多ければオーバーしたりという従来のバックハンドよりも、中心を当たって前進回転ですからボールが中心に当たるとネットを越えます。その勢いでスイングしてドライブを横回転系のような感じで振りますと、回転がかかってオーバーしない、ネットしないというふうに、非常に安定したストロークでバックハンドが振れるようになります。でこれもここでラケットを止めないで、すぐに元へ戻す。でしかもラケットは手首が少し外向いて外側から入ってくるものですから、こう言って手首が先に出ていかない。でこうすると横に振れないですから、少し手のひらの甲、グリップの面が先に出てきて、そして横振りです。横振りということ、ここでドライブをかけるんです。だからまっすぐな棒とはいかないです。ドライブ、ちゃんとドライブはかかります。非常にシンプルで安定性があります。リラックスしてこうラケットを返さないでこう横にずらすだけです。これはもう別物の技術的なものです。バックハンドの基本的な打法を少し変化させて打つというよりも別の技術だと思って練習すると、簡単に、自分でマスターできるようになると思います。もう少しやってみます。で非常にシンプルに打つことができます。でこれも台上の時も同じです。普通のスタンスを取った前陣でのバックハンド、少し下がった中陣でのバックハンド、同じストロークで全部振ることができます。そういう利点があります。これをマスターすることによって、これをスイングを速くすれば強打ができます。同じスイングです。上に振ったり下にかぶせないでコートに水平に横振りです。これで十分速い球が連続して打てます。できるだけインパクトするときに手首をこねないように振ります。
かなりスピードが出ます。そして少し中陣ぐらいに下がっても下がった分だけコートから離れますから、少し横に振る形を少し大きく、前を大きく振るだけです。手の動き方は同じです。前陣で打つ場合、前陣で打つ場合に簡単な短い球も同じです。打ち出す時にこうやって扇に行きます。この時に手首だけで行くと今のようにネットに当たります。そのまま下から横にずらすだけです。できるだけ近づけて置いて振るだけです。インパクトとラケットの間をあまり大きく上げないで近づけて、できるだけ近づけてラケット角度からそのまま前方に横に滑らすだけです。手首はかぶせないです。そのまま行くだけです。同じフォームです。で少し、短いロングサーブ、軽く来るようなボールも同じです。台上で打つやつでも以前はこうかぶせてましたが、この打法はかぶせないです。そのまま行くだけです。横にずらすだけです。どこにずらすだけです。ほとんどラケット角度が同じなので、コースの振り分け、相手に対してコートがあまり分かりにくいコースに入ります。でもう一つの利点は、前のボールを打った後も必ずラケットをここで止めないで戻す。で戻した時のラケット角度がこういう角度なので、まっすぐ相手が向いているので、フォアに来たボールをそのままフォアハンドで切り返すというのが非常に早いタイミングで切り返すことができます。従来のバックハンドでかぶせた状態で戻して、このラケット角度を出して振るというタイミングよりも相当早くそのまま振ることができます。特に前陣プレーを目指す人はこういう打法をマスターすれば、もっとバリエーションが増えて卓球が変わると思います。ぜひ練習してみてください。